阿蘇医療センターだより第9回は認知症認定看護師をテーマにお伝えします。お話を伺うのは甲斐院長先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この認知症という言葉は、はい、さまざまなニュースなどでも耳にしますが、ここ阿蘇地域ではまずどのような状況なのか、はい、どんな課題があるか教えていただけますか。はい、分かりました。まず2025年問題っていうのをご存知でしょうか。はい、65歳以上の、段階の世代の人たちが、はい、65歳以上を迎えるのが、2025年と言われてるんですが、その時に非常に高齢者の人が増えるんですけれども、うん、おそらく阿蘇地区では、その2025年になると65歳以上の人が5人に1人ぐらい、認知症の人が増えるんじゃないかなと言われています。うん、そこで非常に多くの認知症の人たちが増えていくので、それに対応するような対策が必要かなというふうに考えていますが、その中で当院に今年の7月にですね、佐藤飛鳥さんという看護師さんが認知症の認定看護師というのを受講して取得をされました。それについてまた後で看護部長の方から話があると思うんですけれども、9月から当院で医師、それから看護師、認定看護師も含め認定看護師、それから理学療法士や薬剤師の先生たち、いわゆる多職種の人たちが集まって、認知症の、ケアチームというのを立ち上げました。で、当院に入院している患者さんたちの中で認知症の人、もしくは認知症の疑いがあるような人を、そういうチームで医療していくという体制を整えていったところです。なるほど。では、認知症認定看護師について山部看護部長にもお話を伺っていきます。看護部長の山部さんにお尋ねします。今回認知症認定看護師に合格した佐藤さん、どんな方ですか？はい、佐藤看護師は持ち前の明るさとバイタリティあふれる看護師で、自分から認知症看護についてもっと深く勉強したいということで、昨年の6月から12月にかけて山梨県にある養成校で認定看護師に必要な講義や実習を受けてきました。そして今年7月に見事に試験に合格され、9月から本格的に認知症看護認定看護師として当センターで活躍しています。熊本県内で11番目、阿蘇地域では唯一の認定看護師となります。病棟の看護師としての勤務をしながら、入院している認知症患者さんの方々に寄り添い、ご家族の方へのサポートをしたり、患者さんをケアする医療スタッフからの相談に応じたり、またいろんな方面から依頼のある講演活動を行うなど、多岐にわたってその力を発揮してくれています。認知症認定看護師の佐藤飛鳥さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず佐藤さんはどうしてこの認知症の認定看護師の資格を取ろうと思ったんですか？はい、私の祖父が認知症だったこともありますし、業務の中で認知症の方、たくさんの方と接することがあるんですけど、もっと良い看護ができるんじゃないかということを思って、それがきっかけで認定看護師を目指すことにしました。その資格を取るには、半年間の勉強が必要だったわけなんですが、山梨県で受けられたその半年間を振り返っていかがですか？はい、実習や実その講義も含めてですね、たくさんのことを本当に学ばせていただいたんですけど、その中でですね、実習先で若年性認知症の方を受け持たせていただいて、それまで自分本位の看護だったなっていうことを思い知った時に、改めて患者さんが望むこと、家族が望むことっていうのを考えるきっかけになって、それからこうケアが変わったなっていうことで、そうしていくうちにですね、その方の表情も良くなったですし、そのおかげでご家族も喜ばれたっていうことがあったので、また看護の考え方とかですね、私の看護観っていうのも変わったなというふうに思いました。認知症認定看護師として、この阿蘇医療センターでは9月からいろんな活動も始まっていますけれども、どんなところにこの仕事のやりがいとか喜び感じてらっしゃいますか？はい、
認知症の方ってですね、他の病気とちょっと違って、なかなか自分の言いたいことをうまく表現できなかったり、コミュニケーションがうまく取れなかったりするところがあるんですけど、それを私たちが一つ一つこう思いを汲み取りながらですね、関わっていくのが認知症看護というふうにされています。で、その形っていうのがもう看護の本髄、真髄ではないかなというふうに思っててですね、私たちによってその患者さんが良くなるっていう看護の力を感じています。そういうところがとてもやりがいがあります。これからどんどん高齢化社会が進む中で、認知症というのは誰にとってももう身近な問題になっていくと思うんですね。で、ここ阿蘇地域でも、今でこそいろんな課題も見えてきていますが、これからどんなふうにこの認知症のこの看護だったり取り組みが進んでいけばいいなと何か思ってらっしゃることありますか？はい、認知症に対してやっぱりまだまだイメージがですね、ちょっとこうあまり人には知られたくないなとかですね、印象があまり良くないっていうのは、もう世界もですし、日本の全国でももう言われていることでですね、阿蘇地域でもまだまだですね、その恥ずかしいっていう扱いをされているところがあります。でもですね、認知症サポーターとかでですね、研修も小学生からですね、もうご高齢の方まで研修を受けて、地域全体でその認知症の方を見守っていこうっていう仕組みができてきているので、それがどんどん広がって、みんなが温かくですね、見守っていけるような地域になればいいなというふうに思ってます。今回は認知症認定看護師の佐藤さんをご紹介しましたが、こういった専門的な資格を持った方が阿蘇地域にいると思うと、やっぱり心強いですね。そうですね、先ほどご紹介しましたように、この認知症の認定看護師というのはですね、県内でも11人しかいません。彼女が11番目の認知症の認定看護師なんですが、阿蘇地区ではもう唯一の認知症の認定看護師です。で、当院で認知症になりかけた人、もしくは認知症の患者さんに対して、佐藤認知症認定看護師を中心に、いろんな治療のサポートができるようになっていくと思うんですが、これからはこの当院だけではなくて、病院以外のいわゆる介護施設とか福祉施設とか、そういったところにおられるような方、それから一般の阿蘇の住民の方たちで、認知症のことについて困ったなということで、相談ができるような体制を整えていきたいと思いますので、そういう場合にはぜひ阿蘇医療センター、または地域包括支援センターの方にですね、連絡をしていただけたらと思います。はい、阿蘇医療センターだより、今回は認知症認定看護師についてご紹介しました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。